この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん。もういいじゃん、グイっちゃおう、ペロッと。すごいよ。パチスロで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人成瀬ここみエンドガチスポで勝ち抜き助っ人初参戦の正成。今回の実践題は CR 巨人の星情熱の炎、初当たり確率およそ318分の1のミドルタイプだ。ルールはシンプルに実践終了時点で最終出玉数が多い方が勝利。魚拓の頑張り次第ではスレンダーナイスバディの無夫婦女優若槻まりあちゃんがセクシーショットを視聴者プレゼント。こりゃ魚拓兄貴勝つしかないですぜ。放送100回を超えて気持ちも新たに再スタートを切った2人。さあ来た来た来た、ああ信玄変わった変わった変わった、信玄変わった。熱い、当たるかも。これはもらったろ。嘘だろうな、嘘だ。こっちが嘘だろうな展開に両者当たりなしの大苦戦状態。当たらなかった。もし俺が今罪にならないライフルを持ってたら完全打ってますからね。もう絶対打ってますね、俺。本当にいや、やっぱ狙おうかな。あれ本当に花形とさっきのサモンは危ない。出てこんで、あー出てきちゃった。ワーニング怖い怖い怖い。強いけんこの人、双子だ。いやーい、大丈夫。7になったやったー、うま成瀬の後ろに座ってるのが朝比奈だと余計払ってくるんですよ。イライラするんですけど、正成だとそこまで煽らないですね。なんかあいつも育ちは悪いはずなんですけどね。あんな多分昔は相当悪かったはずですよ、あれ。回さないの終わっちゃった。でも頑張った方です。